構今回と次回とね、まあ、2回に分けて、やりたいなと思いますが、追加の資料であの上の方に N ね、N を書いてあるやつが、ね、ありますが、これはあの渡辺崋山があの書いたやつで、今あの重要文化財に、ね、なってるようです。で佐藤一斉は、1772年安永元年に、この人はあのご存知のようにあの岩村藩、岐阜県の岩村なんですけれど、江戸屋敷で、ね、あの生まれておられます。で、若い時から気の気が多かったんでしょうかね。18歳ぐらいの時にはですね、柔術を習って、まあ、合法となって、柔術というのはこの頃はあの柔術とか剣術という術と言ってたみたいですね。で、だんだんとここに哲学のような信念のようなものがこう入ってきて、こう道になっていくと、お茶なんかもそうですね、茶道とか花もそうですね、華道とかね、そしてその剣道とかね、柔道というのもなってます。で、術の場合はまだあの、まあ、道に達してないというふうに言われてますね。でこれは例えばあの忍術ってありますね、忍術、甲賀流とか伊賀流といったなんかありますよね。あれはやっぱりまだあの忍術のままなんですよ。で道にはならないんですね。そこには騙しがあったり嘘があったりね、するからですね。だからなんかもしここにあのお医者さんでもやったら怒られるんですけど、あの手術、あ、やりましたか、あの手術っていうのもまだ術ですよね。だからまたあのちょっと嘘があるのかも分かりませんが、怒られますが、あのね、まあそれはちょっとまあ別にしてですね、まあ、ここではまだ柔術と呼んでたと。で、毎夜ですね、あの吉原と言われるあの男性がこう行き来するような場所があったそうですが、でそこにですね、そこの堤に行ってですね、往来の人たちをね、こう投げつけとったとかね、何しとったんだと君らみたいなんですね。そしてまあその後ですね、そういうまあ、放送をしたり無礼をね、拭いてですね、読書とか、まあ、作文に身を入れるようになった。二十歳の時には隅田川でね、船遊びを、ね、少ししてました。まあ、あのちっちゃな木造船なんでしょうね。そしたらですね、ちょっと酔っ払ってたか知りませんが、友人が、船から落ちてですね、亡くなったと、溺死したとね、それを、まあ、見殺したということでですね、非常に、まあ、悔いて、江戸をね、出ました。江戸を出奔しました。そして、京都へ、まあ、向かうわけですから、その途中の、まあ、大井川、ね、大井川なんかは橋がなかったですね、みんな人足がね、肩に担いだり、あるいはなんかこう物でね、人運んでいた、まあ、そんなあのところのお手伝いというのかな、アルバイトみたいなことをしてた、まあ、雲助とこう一般に言いますが、をしてたようです。で京都の皆川紀園のところに行ってですね、まあ、学ぶわけですけど、そこで少女がですね、その一歳に恋文を与えたらですね、それを一歳は自分で読むんじゃなくって、その先生の機嫌に、ね、見せてしまったのでですね、その少女がそれを咎められたために井戸には身を投げて死んだというね、まあ、そんな事件もあったそうです。そして21歳の時には林10歳のですね、がまあ臨機を、まあ、そうというのはあの江戸時代は朱子学をね、林羅山という人がね、初代としてやりますね。で、まあ、その10歳、あの年齢が10歳ではないんですけれど、まあ、10歳いくつになっても10歳ですがそうですね。その時にですね、昌平公がまあできていきます。これが湯島聖堂にあたりに、ね、出てきますね。で、これからいくつか書いてあるのは、その当時の、ね、まあ、有名な人物たちがですね、まあ、亡くなったり、まあ、その辺に生まれたりというね、まあ、そんな、こんな時代やったんかっていうようなことで書いてあるだけです。29歳の時には細江平秀がですね、73歳で亡くなってます。で細江平秀という人よりもですね、ご存じの方はあの高山彦九郎というね、人を知ってはるかと思うんですね。三条の大橋の、ね、ところにこう、御所を見てこう座ってる人がいますが、あれ高山彦九郎、これがまあ師匠がね、この細江平秀なんですけれど、そして元井宣長が71歳で死んでます。これはあの、松坂の、ね、人で、国学者ですよね、非常に有名な国学者。これお医者さんなんですけど、この人が、ね、まあ、いなかったら今の、
古事記とかはねなかったのではないかと言われる、まあ、立派な人ですね。そして、32歳の時には中井筑山が死んでます。これは陽明学者ですね。これから奥さんが亡くなって、そして33歳の時にですね、林家は塾長になりました。その時に林十歳は大学の神をね担ってますが、そして35歳の時には浅香権斎が、ね、入塾したと、15歳ですね。で49歳の時には中江藤寿書院、ね、滋賀県の中江藤寿のところもね訪ねておられますね。それから来山陽にも出会ってるようです。そして50歳の時には日本地図のね原型を作ったと言われる伊能忠敬がね亡くなった。だからこの頃はまあすごい人物がたくさんいるんですよね。そして、まあ、渡辺崋山がね、さっき の上の方のですね、まあ、絵を描いた、これが今、重要文化財になっていると言われてますが、それから、先に描いたのが、この住職心得家、あ、住職、住心って書いてますね、まず、住職心得家ですね、重い職、職のね、住職心得家、を、まあ、僕が作ってますんですみません、住職です、職ってこの、職業の職職。まあ、重役の、ね、心構えが、まあ、書いてあるようなものなんですけれど、住所心得家書は書きました。そして58歳ぐらいの時からね、初めてこの原始史録の一つ目、原始録をね、作ったようです。そして59歳の時には、水戸の偕楽園に行って、まあ、講義をします。その時59歳の時に、まあ、烈光は32歳やね、あの水戸のはまあ有名なね、あの徳川成明とあれですよね、最後の将軍の慶喜のお父ちゃんというのが分かりやすいかな、慶喜のお父ちゃんというのが分かりやすいですかね。それして61歳の時に、まあ、佐久間象山が22歳で、まあ、入塾をしてくると。そして65歳の時には大塩平八郎の、まあ、乱がありまして、ちなみに、まあ、44歳で、ね、大塩平八郎が亡くなりますが、で原始公録がその時に書かれていると。で69歳で、廃止10歳が73歳で亡くなったので、まあ、その後またこの佐藤二歳がね、頑張るわけですけど、で、渡辺崋山がですね48歳で自刃したと書いてありますが、これは晩鐘の獄ってね当時あったんですよ。それで疑いかけられたままでね、まあ、死んでいったと。だから詳しいことはちょっとよう分かりませんが、まあ、晩鐘の獄のね、流れで殺されたと言われてます。まあ、自刃したと言われてますね。で77歳の時に原始万録を書きまして、で82歳の時に原始鉄録ができた。これ、まあ、4つをまあ原始史録ってこう言ってますね。で84歳の時には二宮尊徳がね、69歳で尊徳亡くなりますが、亡くなります。そして1歳が87歳で安政6年に亡くなった。安政の大獄のね、ちょうど最中に、この人は、まあ、老衰で死ぬんですけれどね、まあ、こんな時代であったということですね。で、もう一つ、佐藤一歳のことが書いてあるのがありますんで、ちょっとそれも一緒に見ていただけますか。今度は横書きになる。あ、今度は横書きか。佐藤一歳、1770年から1859年。で、佐藤一歳っていう人にはですね、まあ、たくさんの弟子がいて、そして、直接の弟子ではありませんけど、最後高森なんかもね、彼の本を読んで、南の島にね、沖の与良部島とか流された時に、原始証拠を持っていっとるんですよね。で、それの中から101箇条を抜き出して書いたのが、南州に101箇条というやつですね。で、まあ、2人有名なね、弟子がいると。これを、まあ、左門の二傑とこうね、呼ぶそうですけれど、で、簡単に言うと、山田報告はですね、こう儒学というものだけでいけるんだと、ね、ということをもう言うた人ですし、今度佐久間象山もですね、いや違うんだと、ね、これからは洋学が必要だと言ってですね、二人がもうしょっちゅう激論をね戦わしてたと。で、あまりその激論を戦わしてですね、もう夜までうるさいんでね、佐藤一歳にね、もうちょっと二人を静かにしてくださいってこう言いに行ったらね、お前ら我慢せえ言うたってまあそういう話があったそうです。で、山田報告という人は西の山田報告、東の佐久間象山というね、こういうふうな立ち位置ですが、
備中松山、今の高橋市ですね、高橋 の, あのお城がね、あれ日本、三大山城っていうかな、山城三つの山城の一つがあれです。でちなみに、佐藤一歳がいる岩村藩の岩村城も一番高いところにあると言われるね、山城の高い山城の三つに入る一つです。もう一つは奈良のどっかにあるそうですけど。で山田宝庫が何がすごかったかというと、その10万両の借財をですね、10万両の、まあ、貯金にしたというね、いろんなことをやりました。これを理財論というね、理財論というのを書いてありますが、これは、例えば上杉鷹山なんかに比べてもはるかにスピードが速いんですよ。で、まあ、安政の大獄の時に春日千庵のに対して、まあ、言及をね尽力して、で恩を売らない本当の友だというふうに、まあ、千庵に言わせたとね、京都の人ですね、春日千庵は。で戊辰戦争ではですね、新政府軍に、まあ、恭順をしたとね、でというのは、まあ、本来やったらですね、武士としてはね、勝つ負けるにかかわらず、まあ、戦うべきだったんじゃないのかなと、正義という意味で言うたらね、ところが彼は恭順しています。まあ、これはあの農民をね、救うためとか、それからもう時代の中から言うてもね、とても勝てるもんではありませんみたいなことをまあ言うてたみたいでですね、僕はちょっとその辺が面白いなと思ったら、そんなまあ単純なことではなくて、まあ、非常にいい人物でもあるということが言えます。それは何かというと、彼の弟子には河合嗣之助が出ますね。河合嗣之助、長岡のね。で河合嗣之助は1827年から1868年ですから、ちなみに山田宝庫は1877年、わざと明治10年って書いてありますね。要するに戊辰戦争で生き延びて10年いってるわけですね。それに対して河合嗣之助は、22歳も年下でありながら戊辰戦争でね、亡くなりました。で河合嗣之助っていう人は、まあ、一緒にね、あの行きましたけどね、仲間とね、字が下手やとね、こう言われた時にですね、字を書くのではないと、字を彫るのだと、こういうふうに言ったね。だから我々も字が下手やったらですね、もう字書いてるって言うんじゃないですか、彫っとるんですよ、ね、ちっちゃいちっちゃい字で書いてくれる人言われますが大きい字で書いていただいてね、彫ってるんだと言われたらいいと思うんですね。でこんなことがありました。戊辰戦争ですから、その会津なんかはこう、長州が行きましたね。長州が行きました。それに対して、庄内藩のところは薩摩藩が行くんですよね。で、まあ土佐藩のですね、岩倉誠一郎っていうね、のがいてですね、彼は明治36年までは生きて、後で、まあ、男爵までね、なる人なんですけど、まあ、まだ彼が若いもんですからね。で、京順工作をしに行くわけですけれど、河合嗣之助がですね、いや、あなた方がね、真の官軍ならば京順してもよいが、倒幕と幕府を倒すということと、会津を討伐するという理由はですね、私的な、私的な制裁やら権力奪取が目的だろうという、まあ、正論を吐いてですね、その岩村は23歳ですから、その反論ができずにですね、何言ってんやっていうことですね、結局、まあ、おじやの談判、おじやの、おじやというのに行きましたね、そこは自願寺というのがありますが、そこのお寺でですね、談判が決裂してしまったっていうね。それで、河合嗣之助はその際にありますようにですね、80里腰抜け武士の腰峠というね、80里という会津行く途中に、まあ80里本当はないんやけど、ものすごい長い坂があるもんですから、そこ80里というそうですけど、80里腰抜け武士の腰峠という、まあ自重気味なんですね、句を残して、まあ、会津へ行く途中でね、河合嗣之助が亡くなったと。その時に河合嗣之助がそのまた弟子にですね、富山修造というのに、ね、これはね、もう間もなく戦争も終わると、そしてもう武士の時代ではないというのはよく分かっとるんですよ。その時にお前は商人になれと言ってですね、福沢諭吉をまあ紹介したと、ね、言われています。ちなみにこの、富山修造は、アサヒビールを設立したりですね、阪神電鉄を設立するお手伝いをしたり、それから日本銀行大阪支店長を、ね、こうやったという、まあ、そんな人ですね。で、この最後に書いてあるようにですね、山田宝庫はね、その自分の弟子が死んでるのに自分はね、命乞いをしたいのことになってしまってですね、ただ山田宝庫がね、河合の残された家族にですね、手紙を送ってね、困ったことがあったら言ってくれと、
お手伝いしますっていうことを言うたのと、それから明治10年まで来た時にこの理財論書いて10万両の借金を10万両の貯金をするわけやから、当時の明治としてはですね、まあ、今で言うたら財務大臣になってほしかったんですよ、うん、ところがいや一回私はね説を曲げた人間だと、ね、ということであとは表に出ません、まあ、せいぜい静谷学校でね学校の先生してた程度でね終わっていくというね、だからまあ筋は通してる人なんですよね。かたや佐久間正山という人がいました。佐久間正山はあの三条木屋町のところでね白馬乗っててこう殺されるんですけれど、松代の出身でね、松代行かれたらね、正山神社とかね、でしかもあの正山というあの山面白くてですね、あの山の中にこういっぱいこう何て言うかな、あの地下壕が掘ってあるんですよね、そこも入らせてくれます、ヘルメットかぶってね、でそこはね、大本営をね移動するためのもんやったんですよ。今も入れます、あの僕2、3回入らせて持ってますけど、で、彼はあの、まあ、科学者ですね、まあ、天才的なやつなんですね。で大砲を作ったりですね、ガラスを製造したり地震予知器を作ったり、うん、エレキテルとか言ってねこう言ってはったおじさんです。で非常に天才的な、まあ、能力を発揮してですね、ただそれだけに非常に傲慢不遜であったと、ね、いうふうに言われてます。ほら吹きだというの言い方もねされてました。で勝海舟の妹をね嫁に戻るんですよ。で面白い話があってね、俺は天才やから、ね、もう俺のような賢いね、その人間がね子供をたくさん産まなあかんというんでですね、坂本龍馬にねケスの大きい女を紹介してくれた。ケスの大きい女ね、というのは当時はお尻の大きい人が安産やとこう言われてたみたいで、たくさん子供をねあの産んでほしいやんってなことを言うたっちゅうね、子供を本人に書いてありました。でこの弟子の一人にはですね、佐久間正山の、まあ、弟子というのかな、流れはですね吉田松陰がねいますよね。で吉田松陰は萩で、いまして、松下郎村といえども誓って秦国の幹とならんってね、かっこいいですよね。その松下郎村、まあ、萩というところはですねもう田舎町ですと、田舎の村ですと、ね、寂れた村ですと、そやけれども日本の、ね、ために我々は命かけてありますよと、幹になるようになりますよ。だから我々もこんな気持ちでね、安は老村といえどもですね誓って秦国の幹とならんとね、こんなふうにね思ってますよ。で幕末の志士を育った、まあ、教育者をね、になりますね。こういう、まあ、ベースずっと遡っていったら、まあ、佐久間、あ、ごめんなさい、佐藤一歳にね、たどり着くんだという、まあ、そんな位置づけでね今から勉強していきます。はい、そしたら今日は79ページでしょうか。79ページに行きますね。人は焦燥の時にありては責任、まあ、責任を知らず、知るといえども甚だ惜しむには至らず、四十を過ぎて後、初めて責任を知る。すでに知るの時は性欲ようやく猛せゆえに、人の学を収めるにはすべからく時に及んで立志弁礼するを要するし、叱らざれば、すなわち百たび食うとも、またついに駅なからですね。人はですね、若い時にはね、まあ、時間がないなんてことは、まあ、思っとらんと、ね。ところが、いや、分かってますよと、ね、言うててもですね、抽象的にね、関連的に分かってるだけで、本当に人生は一回やなっていうのが分からないんですよ。ね、で、その40を過ぎてですね、40を過ぎて、初めてですね、あ、人生一回かも分からんなと思い出すっていうんですよ。でこの40っていうのはね、今の40ではなしに、かつてその頃の40ですから、まあ、もちろんこの佐藤一歳という人はね87歳まで生きるわけですけど、まあ、平均的な寿命で言うたらね、まあ、50歳ぐらいでしょうね、50歳ぐらいね、だから残り10年ぐらいしかないというこのイメージね。でだから40になった時にあっと思うわけですよ。でところがですね、もう知った時にはですね、もう体力も気力も取ると、ね、もう白髪はね、出るわ、もう髪の毛薄なってくるわね、もうそれではもう飽きませんなと、ね。だから人が勉強するというのはですね、もうあ思いついた時に、若い時、もちろん若い時なんですよ。若い時やけど、今からでもいいから、今思いついた時やりなさい。ね、やりなさい。叱らざれば、すなわち百たび食うともまたついに駅なからね、ああ、しまったな、しまったな、しまったなって言って、100回言うたってあんたあかんよと。ね、そういう後悔のバカな人生を歩んだらダメよとこう言うてるわけね。で幸いなことにですね、まあ、かつては、まあ、40歳とこう言いましたけど、
ね、かつては、まあ、この辺りが、まあ、亡くなるとしたらですね、子猫になるわけね。だから40歳の時にはですね、ああそうかと思うけど、今はですね、ありがたいことに、ね、まあまあもうちょっとあるか分かりませんけど、まあ、こうあるわけですから、まあおそらく今で言うたらこんな感じでしょうかね。だから今やったらまあ50歳ぐらいまでは頑張ろうと、ね、で50歳までに頑張った人はその後打力で行きます、ね、20代30代手抜いた人はもう絵で言うたらですね、低いところを走ってるわけですよ、手抜いてるやつは。でこの手抜いたままの人生になってまうんですね。途中からね、頑張れません。もう習慣なんですから、人間というのは。人間は習慣でできとるんですよ、ね、だから習慣でできてるから、もうサボる人というのはずっとサボるの。明日でええわ、明日でええわって言うんですよ、ね、そうやなくて、今日やろうという人はね、こうやってやって、そういう人は今度はこう結構高いところ行くわけですね。高いところ行ったらですね、そのままは打力がつくわけやから、やっぱりいい習慣が身についてる、ね、いうことになりますね。だから我々は、しておけばよかったということで、話にね、しておけばよかったというんで、話にしておいてよかったと。ね、しておいてよかったというふうに、ね、ならなかったというわけですね。で、そこがですね、そこが、いつ帰るんですか言ったら、今帰るんですよ。これが実務大事なとこですから ね、今切り替えようと自分で思わんと、ね、そのだらっとした方の、ね、線路に乗ってんと、ガチャッと、ね、切り替える、ね、もう 今なんです、この瞬間に切り替えるの、ね、これがこれせえへんかったら、また明日もいい加減な言い方やからね。僕は1日1万歩歩こうってこう聞いて、もう決めてからですね、もう今日は1万3歩ね、先聞いたとか言ってたでしょ、あと1200本バーッていく、まあ、ケチな話やけど、でもやっぱやると言うたら、やっぱやらんとね、うん、それやるとね、そういうまた体質になっていくもんなんですよ、ね、体質になっていく。だから赤字の会社っていうのはね、もう赤字が普通に思ってるのね、もうこんなもんですよみたいな言うとん ね。で僕は今あるスーパーのね、お手伝いさせてもらうんですけど、監査党委員というね、外部取締役というのをやらせてもらうんですけど、ゆっくりさるんですよ、ゆっくりね。で、まあ、雇われ社長というのもあるのか知らんけどね、非常に僕は危機感感じるんやけど、あんま感じられへんのね。で、ああ大企業はこうして崩れていくのかと思いますよ、僕は。ね、ほんであんまりこの気になったんですね、取締役終わった後に会長にね、会長に今言われてるんで、会長にね、こんなんでええんですかねとね、僕は非常に危機感感じてるんやけど、どうですかねってこう言うたんですよ。それをお前言えと次回言うてええですかって構わへんとかね、言われるんですね。まあ、次回から厳しいこと言わせてもらうと思うんですけどね、もう中国に4つか5つ店あるんですよ、店というね。その、ああいう状況でしょ。ほんならもう2月決算ですから、もう非常にその凄まじいその落ち方ですわな。でどっちか言ったら利益上げとった方なんですよね、今までね。それがまあ非常に厳しいことになりますね。ほんなら来期どないなんねんと言ったらね、困るわけですよ。で例えば新しい店作りますね。そしたら例えば何年で回収できるみたいなことをやるわけだけど、8年で回収できるところは9年になりましたみたいにね、まあほぼ近かったですんで言うとね、何言うとねこいつとね、まあ、不当たりやないかそんなもんって言うたろか思ってんけど、ね、しかし心配なもんですし、言えへん、まあ、今度会長言うてもやったんですけど言いますけどね、そんな不当たりじゃボケって言うたろか思ってんけどね、ボケじゃないかで 98.5 やったらそこそこでした言うてんからね、それがあかんねえから、それがね、もう 100.0001 でもいいから100超えなあかんねえからね。それからそういうふうにしてですね、我々は今パッとこう切り替えてから、ずるずるいったら絶対ダメね。もう一回読みますよ、ね、人生は若い時にはですね、ね、時間がね、もうこういうことですよ。令和2年の2月の14日ね、令和2年の
2月の14日っていうのは我々の人生の中でね、二度と再び帰ってこないんですよ。ね、二度と再び帰ってこない一日なんですからね。ね、チョコレート忘れた人今から帰ってください。もうこの勉強が帰るのが大事ですよ。もうお店が閉まりますから。なんで別に女性からもらわなあかんわけではないんでね。そうでしょ。そのアメリカの大統領でよかいやつがおかまみたいなやつやからね。ホモですか彼は。ね、あ、ホモですか。ね、なんか。だからもう男性からでも結構ですんでね。お願いしますね。だから二度とないと思ってくださいね。今日しかないと思ってくださいね。そう思うからね。人間は進歩するんやからね。で、俺も所詮50超えた人もまだ大丈夫です。残りの人生の中では今日が一番若い日ですから。ね、頑張りましょう。ね、そういうな、まあ、学びがですね、一つ目ということです。そしてですね、次はですね、賢貴には老少あり、弟子貴には老少なし。老人の学を講ずるには、まさにますます士気を励まして、少数の人に譲るべからざるなり、ね。血気盛んって言いますね。血気盛ん、これはね、若い時のね、ことですと。ね、ところが、その士気というね、志、ね、夢とか、ね、ロマンとかですね、そういったものはですね、年寄りとか若いということはありませんよと、ありませんよと。まだ逆にですね、年いったということでですね、血気が低くなったのは間違いないわけやから、そしたら士気だけはね、若い人に譲らんように、ね、ということでなかったらダメですよと。それを我々が今どうなってるかというとですね、もう軽薄な青年とね、軽薄な青年とね、無思想なね、その志のないね、節操のない年寄りばっかりでですね、日本が崩れつつあるということを安岡先生がね、おっしゃってます、ね。ですから我々はその辺をですね、しっかりね、抑えてやっていきましょうね。でその GHQ なんかがですね、我々にね、こう何をしたかというたらですね、男を男でなくしてしまったというのがね、僕は一番大きいことだと思ってるんですよ。ね、GHQ がね、その男男でなくて、要するに日本人のね、その男のね、その誇りとかね、そういう大和心とかね、大和魂みたいなものをこうその骨抜きにされてしまってね、その時ためにですね、女が強くなったよりもちゃうんですよ、ね、男は弱くなりすぎたんだから、もう一度男は男を取り戻す、ね、そういうふうな、ね、ことがないとあかんと思うんですよ。男はもっと男らしくならんとね。だからその日本の国鳥である生地なんか見たら分かるでしょ。あの派手な色ね、メスなんかこの本当保護色やから全然見えへんでしょ。あれは子供とかヒナとかね、卵とか抱いてる時にメスがちっとしてる時に、敵が来た時にオスがパタパタと飛んでね、で自己犠牲を払って守るというのが男やから ね、それをね、奥さんの後ろに隠れとるというね、もう情けないね、もう死ねえと思うお前らはもうね、と思うんですけどね。GHQ にね、されました。で、例えば、東京裁判をね、東京裁判を日本は受け入れたんだっていうことをですね、今のまあ陛下のね、奥さんのね、お父ちゃんである、人がね、そういうこともね、こう公に言うてしまうとるんやけど、あれ本当はちゃうんですよね。その判決を受け入れただけなんですよ。ジャッジメントという言い方でね、だから裁判を受け入れたわけじゃないんですよね。だから判決を受け入れたということなんですよ。でこれはね、戸塚ヨットスクールの話が分かりやすいので、渡辺先生がおっしゃってますね。戸塚ヨットスクールはね、まあ、若い人知らんか分からんけど、非常に厳しいこうトレーニングをさせてね、社会復帰させていこうとしてたわけですよ。そしたら、まあ、ある子が亡くなってね、その死んだのは、戸塚さんはね、業務上過失致死やとおれば、それをね、監禁して、致死に至らしたと。ということで7年間刑務所入ったんですよ。だけど私はその監禁致死ではありませんと、その業務上の過失致死ですと、ね、って言うた。でそれででも法治国家のもんやから7年間私は入りますと。
で模範囚やったから2年か3年で出てもええと言われたんですよ。出てもええって言って出てしまったら裁判認めたことになるんで、いや7年入りますって言って7年入ってしまったんやからね。そういうのをね言うんですよ。だから裁判を受けれたわけじゃないの。法治国家やからね、それは受けますよと7年ね。でも私はその裁判そのものをね肯定してるわけではありません。判決は受け入れますと言われて、でそれも東京裁判も同じことやるんですね。裁判を受けたみたいな言うさかいね、変なことになっとるんですね。まあ、そういう、ね、まあ、細かいこともね、うん、ありますが、まあ、少なくとも男が男で亡くなったというのは僕は一番ね問題だというふうに思っています。で、まあ、こういう時にね士気を励ましていってですね、若い人に負けんようにね、年寄りもですね男というのはどんなもんだとね、どういう言い方するのが男というんだとね。だから経営の中でもそうなんですよ。命かけたらええんですから、命かけたら大概のことできますね。命かけへんだらこんなもんできばっかりな、こんなもんね、もう安いもんですよ、この命いや、ほんまにね、それがあるさかいね、人はついてきてくれるんやからね。で、やっぱりそんな気持ちでやったらね、不思議に突破できますよ。突破できますね。命が欲しいってなこと言うてたらね、まあ、もう欲しませんな。まあ、まあ、もともと生きてると言えへんや、そんなもんね、生きてると言えへんですね。ね、燃えていきましょう。まあ、そんなことでいいでしょう。次いきます。真に対してあるものはよく小仏を務め、真に遠慮あるものは祭事を揺るがせにせず。本当に立派なことをやっていきたい、大きなねことを、日本を良くしていきたいってなことを思う人間はですね、よく小仏、小さなこともですね手を抜かんとねやるもんですよと。で、真に遠慮ある、遠慮っていうのは あなたお先にどうぞということで話にですね、まあ、この字の通りね、深いおもんぱかる、深くおもんぱかる、本当にね、これでこのままで日本はいいのかと、ね、いうことを思う人間は祭事を揺るがせにせずですから、まあ、些細なこともですね、いい加減な取り扱いをしません、ね、ということを、ね、言ってます。だから仕事見てたら分かりますよ。仕事見てたら、ね、仕事見てたら分かります。もう細かいことをきちっとする人はやっぱりいい仕事ができます、ね、なんかこう一発逆転みたいなのはね大体ないもんです、ね。だからコツコツとね、小さなヒットをね続けていくことがね、我々実務家としては大事ですよね。一発逆転みたいなのをね大体失敗します。危険です。ですからM&A なんかでもそうですよね。何億円っていうお金をね使って、その左向くか右向くか分からんけど一発勝負いくぞみたいなのはね、これはもうダメ、それダメね。そんなはやっぱりまともなね経営のやり方ではありません。で、どちらかというとね、もうずっともう例えば金属さんというのを見ててですね、何としてもうちは金属さんにね買収してもらいたい、 M&A してもらいたいと言って、金融機関なり何かを通じてですね、で話がいって、で内容もほぼ聞いてますと、ね、でうちの社員、まあ、5人ほどですけど何とかしてもらえませんかなみたいなことを言われたら、そのまあ息に感じてですねやりましょうみたいなね。で、向こうは例えば3000万でするのですね、いやいや5000万出しましょうみたいな、まあそれはちょっと極端なことやけどぐらいの気持ちがないとね、3000万言われたら2000万になりませんかなみたいなことを言ったらダメですよ。でそれは稲盛和夫がそう言ってはるんですから。稲盛和夫がね買う時にね、こんな高い値段はとてもありませんよと言っても、いやこの値段でいいんだと言ってね、アメリカの株買ったってあったでしょ、ね、そうしたら向こうももうね非常にハッピーでですね、そのありがとうと言ったし、その後頑張ってくれたから株価がもっと上がったと、ね、そんなふうなとこはアメリカでもあるんですからね、あの野蛮なアメリカでもあの、ね、日本はもっとねその辺ももたんたかんですな。それから次はですね、学は立志よりようなるはなし、思考して立志もまたこれをしうるにあらず、ただ本心の衣のところに従うのにね、まあ学んでいく、ね、人間学を学んでいこう、ね、学問していこうというのはですね、やはりその志を立てるということをね、志を立てるということが一番大事であってね、そういう志というのもですね、しうるね、強制する親がね、例えばあなたはこうしなさいよってね、どこどこの家ね、なんとか家に生まれたんやからあなたはこれをするんだっていうことをあんまり言わない、ね、そうではなくってですね、本心の好むわけだから本人のね、心がそっちに行った、心のスイッチが入った、ね、ということが大事ですよと、大事ですよと。でそういう人もですね、まあ、2代目なんかこう僕らお客さんを見てるとですね、今一歩ね、こう燃えようなんですが、熱くならないんですよ。それはね、ポイントがあります。一つはね、本物見せることです。
本物を見せることです。だから例えばその日本一と言われるね、日本一と言われるその技術を持ってるとかね、いう人のね作品を見たりね、そしてそういう人物に出会ったりね、するとね、その子は感動しますから、ビリビリときますからね。まあそれがバスケットボールのね選手であったとしても、野球選手であったとしてもね、そのやっぱり超一流というのをね見せるとね、やっぱりビリビリとくるんですよ、ね、だから仕事もそうです、仕事もそうです、ね、間もなくね人間国宝になると言われてるね、真野先生なんかね、もうそうですけどね、もう非常にピュアですよ、非常にピュアね。だからね、もうああいう心を僕ら失ってるなと思う。詐欺さんって言われてね、詐欺って言うんですよ、鳥の詐欺とか言うんですけど、詐欺さんって言われてね、これは河合勘次郎のお孫さんなんですよ、河合勘次郎のお孫さんでね。で、河合勘次郎のお孫さんで、詐欺さんがね、の娘さんね、詐欺さんの娘さんと新野先生の息子さんがね、こう、まあ、今回結婚したんやけど、その時に、新野先生のお家にね、20人ぐらいいたんですよね。あれは何やったらあれ、忘年会みたいなやってたかな、忘年会みたいなやってたんですよ。そしたらみんながまあ何か一つ持っていくわけね。そしたらみんなね、きちっとした高島屋の袋とかでさ、ね、もうきちっとしたね、フールのやつ持ってきますから、ほんならね、詐欺さん来たんですよ。何や、ボソボソっと、えらい汚いな、どっかで拾ってきたんですかみたいな紙でね、包んで持ってきたとかいね、何持ってきたんやろと思ったらですね、開けたらね、河合勘次郎の作品なんですよ。河合勘次郎の作品にあったのね。ほんならそれ見てね、新野先生ね、それ持ってね、ポロポロ泣いとね。もうそういう素直さっていうのかな、心の切れ、僕らやったらちょっとね、ちょっと拗ねてるもんやから、あ、ええですなみたいな、人の前で涙なんか見せんぞみたいな、なんか変なもんあるでしょ。もうボロボロ泣いてはるんですよ。僕は河合勘次郎の作品を見てね、陶芸家になると思ったんですよっていうわがままないと。だからそういうね、こうピュアな気持ちっていうのはやっぱりね、60になってもやっぱ持ったはんやなと、だからこう極められるんやなと思いましたね。それを見て、まあ息子も横でね、まあ、もらい泣きしとったけど、でその、まあ、なんかこう壺みたいなやつ見てね、よわからんので、でなんか花のやつと、ね、鳥のやつがありましたわ。で表書きのね、木のところにね、普通花鳥風月って書くでしょ、まあ花鳥風月的な言い方ですよ。花鳥がね、下におるんですよ。上に何か書いて花鳥とかとね。で、これはまた中座用とかね、この書き方は、なんでこう書いてあるかっていうと、間違ってるんじゃないでと。両方ともが正面の時にはこういう書き方するんやとかね。もうパッと見て言わんのね。何でも知ってる人偉いわけやなと思ってね。で、触ってみると、ね、見たところより軽いよって言わんですよ。ごめん、触ってはんの、そうそう、触ってはんのって言わんですよ。そんなもんですかなって。軽いような気がしますね。10センチ以上も打ち上げたそのんですか、すまないです。何にもしないでこちらね。でそれは何や言うたら、その水を入れた時の重さがぴったりになるようになったんやから、軽いもんなんだとかですね、まあ、いろいろと説明してくれるわけね、僕らに分かるようにね。だからやっぱり知ってないと恥ずかしい。だから物見るっていうのはそういう、ね、ものやと僕は思うんですよ。だから皆さんの仕事も本物ね、日本一と言われるやつね、それをね、触れてさせてください、その息子さんなり、もしくはその次、継がしたいやつにね。そしたら、ああ、これかと思いますから、これかって思いますからね。だからまあ、そういう、なんていうかな、条件整備というのか、環境を作るというのかな、それは必要です。でもやっぱりね、そこで感じますから、この子は、よし、やるぞと、この道で行くぞとね、思いますからね。はい、次いきますね、80ページになりますかね。国旗の工夫は一国旗の管理である。まあ非常に有名な言葉ですよね、国旗ですから己に勝つ、己に勝つね。自分に勝つ方法があるってわけですよ。自分に勝つ方法があるんですよね。それはこのその一瞬の間にあるんです。一瞬の間に、ほんの一呼吸の間に勝てるか負けるかっていうのがあるんだって言うわけね。特に今まあ
寒い時ですよね。寒い時ですから朝目覚まし時計がね、目覚ましの時計がリリーンってなります、ね、目覚まし時計がリリーンと、ね、朝4時30分、ね、例えば4時30分に鳴らします。これパッと起きることです、ね、パッと起きる人が自分に勝てるんですよ、ね、それをね、いや寒いからもうちょっととかですな、もう何や壁みたいにごそっと入ってね、タバコ一服吸ってからもう死んでます、もう死んでるじゃないかね、負けてるとかじゃない、終わっとるんです、ね、でだからパッと起きることです。で祖国藩がね、黎明即起し冷めての地点連することなかれってこう言うとるんですから、ね、黎明お日様が上がったらパッと起きなさいとね、で点連する布団の中でゴソゴソしてる、ね、それはダメよってこと言うとるんですよね。だから安岡正弘先生はこう言ってますね、朝こそ全て、ね、朝こそ全てって言ってます。朝こそ全て、朝が全て、ね、朝こそ全て、だから一日はもう朝で決まるんだと。朝がぼーっとした朝をや、ね、なってしまったら一日がぼーっとしてるよと。一日がぼーっとしてることは一生ぼーっとしてるっていうことなんですよ、ね、だから朝を切るっていうのはもうこれができないよやったらもう死んだ方がいい、ほんまやね、ほんまよ、それできなかったらもう死んだ方がいい、ね、だからもう呼吸してるだけもったいないあの他の人の酸素吸ってますからいやそうでしょう、そうでしょう、ね、もう嫌いうぐらい書いてますけど、ね、嫌いうぐらい書いてますけど、変わらないものってね、変わるものがありますと、ね、でこれは過去でしたねと、過去は変わりませんね、将来は変わりますねと、で他人と自分ってのがありましたね、そしたらですよ、もうここはもう変わらないわけやから、ね、こっちは変わらないわけやから、変わる可能性がある言うたら将来と自分や、自分ですやんか、将来と自分ね、これ自分でしょ、ね、いや自分に勝つのが難しいんですわって言うとですから、そんなもんどうするの、もう手当てあらへんやん、ね、しかもそれは努力ということやからね、才能とか IQ みたいに言うてないんやからね、その努力すれば勝てんねんからね、その努力だけはしましょうね、努力だけはしましょうね、あの、まあ、前回ね言うたか分かりませんけど IQ の差はね5倍ぐらいあると、あの日本電産の長森さんね、で EQ の差は100倍あるとね、 EQ の差はね、だから IQ っていうのはまあこれはもうね持ってまれた能力ですとね、乗って生まれた能力だから、これは確かに賢いのとね、よくないのと5倍ぐらい差はあるよと、ね、ところが EQ っていうやつはね、よしやるぞって心にスイッチが入ったら、やる気になったら100倍差があるねと、そしたらあなたはまだ5倍にこだわってるんかいと、5倍にあの高校が良くなかった、大学が良くなかったりってまだ言うんかいと、100倍の差のあるなんていかんない、100倍の方へね、それを努力と言うんですよか、ね、その努力が嫌や朝起きるのが嫌やで、ほんま知らないしょうがないでしょ、何度も言うけど嫌やなんやからね、やりましょう、ね、日本をようしようって言ってんやけどね、我々は志が頼んちゃうんですから、美容師でちょっと儲けるってなことを言ってんやからね、ね、日本をよくすると言ってんやからね、日本をよくするとね、そのためにね我々は仕事してるんです、ね、ここはね我々こう実務家のええとこなんですよ、学者が言うと思うとわけがちゃうんですから、ねね、そういう意味ですね、国旗の工夫っていうのはたった一呼吸の間パッと起きる、ね、それをずるずるずるとね遅らしたらそういう体質になりますよあなたはと、そういう習慣が身についとるんですと、ね、それを打ち破るのは誰ですか、自分でしょ、ね、それは何にも IQ が高いなんて言うてないもん、だから助かるんですよ、これ IQ しかあかんやったらもう東で言うかと僕ぐらいですよ、なんとかそうですね、あったかドクターとね、3人ぐらいですよ、なんとかでね、英語行くか、英語行くかですけどねまあ冗談やけど、要するにみんなが生きていけるんですから、やる気なんて言ったら ね、それがあのね、下世話な話やけど、お金が多いとね選択肢が増えんの、
お金が多いと選択肢が増えるの。お金がないと選択肢がもうなくなっていくの、ね、だからそれはもう絶対条件、ね、例えば旅行行こうって言った時にですね、もう3万円のお金がなかったらやめとこうなりますやんか、ね、なんか行こうって言える方がええでしょ、ね、だからやっぱりねお金を稼ぐというのは大事だし、社長はみんなの給料を高くしてあげること ね、 ねやっぱり豊かな人生を歩んでいく選択肢を広げてあげるためにもね、やっぱり利益は絶対出さないか、ね、もう我慢せ我慢せばかりはダメね。次はですね、信を人に取れば、すなわち財足らざることなしね。信を人に取れば、すなわち財足らざることなし。信ですから、その仕事上はもう絶対条件と言われる信用ですよね。信用です。ね、信頼とかね、信用とか信頼とか言いますね。ね、信用とか信頼とか言います。あるいはまあ自分自身の自信とも言いますね。ね、それからまあ信仰という言い方もあるかもわかりませんね。信仰というのがあるかもわかりません。ね、まあいずれにしてもその信というこういったものね、こういったものが問うべきはここだということです。問うべきは。ね、要するに不足していないのと、ね、自分に自信がないというのも問題なの。自信がないというのもね、そして信頼されるようなねことをあなたはやってますかねと普段、ね、やってないからお金がないお金がないお金しか、まあ、助けようがないようなことになってませんか。いやもっといい機会があったら、いや駐車場がもっと広かったら、いや土地が広かったら工場が広かったら、ないことばっかり言ってません、ね、その前にまず信用とかね、信頼されるような人間関係ですかねと、ね、人間関係ですかねと、ね、でここで勘違いしてもらったら困るのはね、その財足らざることなしっていうのはね、財いらんとは言ってないからね、財とはいらんとは言ってないんですよ。いるんですよ。いるけどあなたは一番に財財財ばっかり言ってるでしょ。財がないからできないとか、お金がないからできないばっかり言ってませんかということを言ってるんですよ。このいらんと言ってないよ。いるんよ。いるけど2番目です。2番目です。まず1番目は信頼されてるあなたですか。人を信用してますか。部下を信用もせんと ね。これあかんですよ、ね、やっぱりね。人は信用せなきませんよね。で、部下から信頼されなきませんわな。信頼されるようなあなたのビヘビア、ね、日頃の行動ですかね。だから利益の出てないところというのはその辺がやっぱりねボロボロ埋もれてます。まあそんなことでねいいでしょうか。君子は自ら見し、聖人はすなわち自ら欺く。君子は自ら勤めですね、自供と言いますね、精進はすなわち自ら勤め、上達と下達とは一つの時事に落在ですね、君子と精進がいますね。で君子は自ら見するわけですから、そのどういったんかな、私が悪かったんかなという謙虚さ、そして反省、ね、反省をしていくのが君子ですよと。それに対してその精進というのはですね、自ら欺くわけね。例えば朝4時半、ね、ここに書きました、朝4時半に起きようというのにですね、4時40分に起きた、まあまあ近いからいいかとね4時半に近い、まあまあいいかいって、ね、自分をごまかしとる、ね、そうするとその10分ごまかしたやつは次もう5時半、6時ってことになってきますから ね、そこら辺が違うんだと。そして君子は自ら勤め、精進はすなわち自らですね、まあ、君子というのはですね、自らをねこう強制してでもね、やると言った以上は必ず俺はやるぞとね、そういう強いものを持っているというわけですね。それに対してその精進というのはですね、もう放棄しろわけですよ。もう雨やしやめとくわ、寒いしやめとくわ、もうええわって言うんだ ね、そうなってしまうよというわけですね。でそして上達していく人間も、下よっていく堕落していく人間もね、そこの分岐点はそんな大きな差はありませんと。分岐点は ね、要するに朝一番、今日一日、もうこれでずっと決まっていくんです、ね、だらけていく方へ行くか、よしやるぞって言うてやっていくかね、その違いがあるだけですということを言ってますね。
次は、これはまた非常に有名な若くして学びはすなわち層にしてなさり、層にして学びはすなわち老いてると老いて学びはすなわち死して朽ちずという三学会とこう、ね、言われますが、三学会とね、岩村ね、岐阜の岩村とですね、その岩村のところに三学会を上方良平先生の書で書いてあるのを掘ったのがあるんですけどね、それの除幕式も上方先生と一緒に行かせてもらったんやけど、それの字教えてもらったのはね、越智直政なんですよ。あの人は39歳ぐらいの時に脳梗塞かなんかで半身不全になったのね、上方良平先生。今ほとんど、ね、もう戻ってありますけど、その時にまだ字が書けない時にね、越智直政のところでね、字の練習とかなんか教えておいてね、やったっていうの、まあ、そういうのは流れがあるそうですけど、まあ、その、若くして学んだらですね、壮年にしてね、そこそこ壮年になっていたときはですね、まあ、立派な仕事もできるでしょうってなこと言うだろうですね。で、壮年にして学んでいくとですね、年いってからもですね、もうボケ老人みたいにはなりませんよと、ね、言ってますね。で、老いてから学んだらですね、死んでからもね、あの人は素晴らしい人だったなみたいなことをね、言うてもらえる、お前ところのおじいちゃんすごかったねみたいなことを言うてもらう、ね、というわけですね。で、ここでね、まあ、そのことはそれでいいんですけれど、まあ、春夏秋冬で言うとね、色で言うとこれ 青ですよね。青ですね。青春って言いますね。これは赤です。朱夏って言いますね。それからこれ白です。白秋って言いますね。それから元冬って言います。黒です。で、先ほどのその日本人がダメになったという話の一つにね、まあ、青春というのを何歳動くか分かりませんけど、まあ、10歳からまあ18歳ぐらいとまあまあしましょう。というのはここを1から9ね、これ要するに角つく間です。角つく間とします、ね、で、ここはまあ30歳40歳みたいね、60歳70歳みたいな、まあ、年齢だとこうしますね。若い時一番こう0歳9歳、ね、0歳から9歳の時っていうのは冬なんですよ。要するに厳しくしなかったんですよ。厳しくね、厳しく育てるんですよ。厳しくそれを甘やかしとるんですよ、そこで。これが大失敗、ね、アメリカ行ってもね、例えば公共の、ね、乗り物の中で子供が暴れてたらお母さんが必ずお尻叩いてしつけするからね、しつけしなかるんですよ。しつけしな、まだ人間になってないんやから、人やから。それはまだ、ね、人の間のあるっていうのは人間でしょ。だからしつけはしなあかんのよ。で、子供の時は甘やかしてね、この世にも人権があるとかバカなことを言い出したのが大体そのやり方なんですよ、ね。人権は、まあ、ないみたいな言葉はおかしいですけど、しつけはしなかった、ね。今度、10歳になってきたら、これからはもう本人の自覚、ね。特に3歳まではね、非常に大事ね。3歳までは非常に大事。やはりその3歳までの間にね、非常にその情緒的なことが大事だから、やっぱりお母さんの愛情も大事だし、お父さんの厳しさも大事だしね、そういったものがなかったらね、子供は非常に良くないっていうね、こういう言い方もしますよね。で、まあ、そんなね、こともちょっと押さえておいてください。それから次は81ページですかね。死はまさに己にあるものを頼むべし。同点境地、極大の事業もまた全て一個に定造する、ね。死はまさに己にあるものを頼むべし。同点境地、極大の事業もまた全て一個に定造する、ね。まあ、死っていうのは、まあ、侍という、まあ、字書いてありますけど、まあ、我々リーダーと考えてくださいね。リーダーね、責任ある立場の我々リーダーね。リーダーはですね、己にあるものね、あなたの中にあるんですよ。ね、こう自分のね、こう自分の中にあるものを頼む、これを引き出していきます。
で、まあ、外からですね、外から外から入れるという、まあ、仕入れのない人もあるけど、もうほとんどの人たちがね、もう二十歳以下の人は嫌なんでしょ、ね、もう20年ずっとこう入れたものがあるわけですから、それを引き出してくださいって言うんですよ、ね、エデュケーションという方がそういうことですね。エデュケーションというのはね、教育の育むというのは ね、でうちの事務所なんかでもね、それ教えてもらってませんって言うんですよ、ね、教えてもらどこまで教えなきゃねえなってね、教えてもらうんじゃなくて自分で考えんかいと、そのぐらいのことは応用力というのか、こうなったらこうなるんじゃないかなぐらい考えろと、それぐらいをね、ね、考えろと、ね、で自分の中のも引き出していきなさい、素晴らしいものがあるんですから、まあ、出したら出しただけでこう磨かれていくのね、磨かれていくのね。で もう一回読みますよ、主はまさに己にあるものね、を頼みなさいよと。同天境地、極大の授業、もう天がひっくり返るようなね、授業ね。例えば稲盛和夫のなんていう人はですね、1兆円、2兆円という企業をね、作るわけですよ。長森さんでもそうですね。1兆円って どんなやと思います？豆腐取っちゃいますね。いやね、というのはね、例えば我々がですね、例えば10億円のね、事業をしてますと、10億円の事業をね、これでは創業したものにはなかなか大変ですよね。これが100億円になったら、これ10倍ですからね。10倍ってこれ、人生で言うたら、30年かかったやつが3年、まあ税負担とかも無視したらね、3年でできるようなもんでしょ。1000億って言うたら、これもう何ですか、もう3ヶ月みたいなね、もう1兆円言うたら3日でできたみたいな話なんですよ、極端に言うたらね。そのままどれだけすごいねってことですよね。ああ1000億か、はあはあ言うてるけど、ほなやってみてください、大変ですよね。えほんまにね、だからそれをねやるんですから、でもどんなすごいねって話ですよね、どんなすごいねとね。そういうもう同天境地ね、極大の事業もですね、結局何やったんやったら、そこにいた人が作ったんですよ。稲盛和夫という人が中心になってやったんですよね。奥野正史というのがですね、勝志と呼んで怒られましたけど奥野正史さんがね作らはるんですよ、ね、だからそれは、ね、我々一人一人ということですよ、ね、そんな無理やないかじゃないんですよ、できるんですよ、それが、ね、できるんですよ。そう信じてくださいね。ね、そう信じひんかったらですね、いや私には無理やったら、まあ、もう結局無理ですから ね、だから頭の良し悪しじゃないんですから。そんなことはもうかつての人たちが全部そう言うてますよね。何やって言うたら、我々は脳の良し悪しを言いますけど、ね、脳の良し悪しではなしに、目標というものをね、目標というものを与えたかどうかということなんですよ。ね、これがね、いい目標を与えたら、ね、いい目標を与えたら、いい目標に達成するように脳が働いてくれるんですよ、ね、で悪い目標ね、悪い目標を、ね、悪い目標を与えたら悪い答えを出すように脳は働いてくれるというふうに脳学者は全部言ってるんですから。松本源先生なんかそう言われますよね、理化学研究所の、ね、だからいいことを考えなさい、できる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 と考えなさい、そうしたらできるために脳が働いてくれるんだ。それを我々は先にですね、先にいや脳が僕はちょっと弱いですとか言うてですね、言うんやけどちゃうんですよ。大事なことは目標なんですよ。その目標がどう明確であったのか、ねね、だからもうその信じ込むことなんですよ。その信じる深さなんですよ。もうこれが今日のレベルでなかったらダメ、今日のレベルでなかったらね、普通やったら、まあ、普通でしょ、ね、だからもう今日のレベルでね、必ずいけると思うことです、必ずいけると思うことです。その必ずいけると思うためにはどうするかって言ったらね、書き出さなあかんですよ、書き出さな、ね、書き出しもしてない、あったらええなみたいなこと言うとね、どうしてもこうなるんや、ね、どうしてもこうなるんや、書き出す人に言う、
ね、だから経営計画発表会みたいなやるわけですよ。もう自分を追い込むために、ね、人間そう強ないからやっぱりそうして書いたり人に言うたりするともう逃げられないんですよ、ね、この壁に貼っとくわけですよ。そしたらその壁に貼ったやつがね言ってくるわけね、これ誰かいたのに言って、ね、触りたいな言う時に、その触りたいなと言った時に押してくれるかどうかなんですよ、ね、だから 100m 世界チャンピオンね、変えとけばよかったけど変えとらへんねんじゃんかったね。もうなんかこう、ね、日本一じゃないからなんかね先週いけたらええなという、あのほんまねちょっとかよっとこ弱いのちょっとね、まあ、なんか 0.01 秒足らんかったらしいけど ねオリンピックの強化選手ですからね、強化選手からじゃんけど 100m 自由形ね、あの子ね井上さん、だからね、やっぱりね、あの、まあ、今から言うとしょうがないんで、ね、でも大事なことは今から何ができるか言ったら仕事なんですよ、ね。だから我々は仕事でこれをやるんですよ、仕事で。仕事でこれの結果を出すんですよ、この学びの結果を。これ、学んで終わりやったら意味はないからね。しかもあと半年で終わりやからね。あと半年で終わりですから、あと半年以降は自分でやってね。自分でやってね。そうでしょ、ね、そんなもんね、金属をね、金属という会社がね、ありますね。この人よりか会社好きな人はないんやから、自分のとこ。ね、だからもう皆さんの会社それぞれが社長であるあなたが一番好きなはずです。ね、いや、あんま信じてませんね、多分社長やったかんねん、ほんま。ね。いや、ほんまですよ。そんなもん、ええも悪いも、もう信じなあかんねんから。ね、信じなあかん。そうせえって言うたはんやから、こうね、本の中でもね、素直に聞いたらええんですよ、素直に聞いたら、ね、だからさっきどっか消しましたけど、朝こそ滑ってって言わはったら、ああ、朝こそ滑ってかと思って僕がやったんやから、そうかと、ね、凡人の僕がね、なんとか飯食っていくには、朝をね、抑えることかと、要するに朝早起きるということなのかと、それをやっただけですよ、ずっと。だから別に、そんなもうなんてことない、だからそれを実践したかどうかですよ。ね、そうやるさかいに社長にも言えるわけですよ。お前何時起きて、お前言うなこれ文句言って怒ってお金もらうっていうええでしょ、ね、そうボロカスにでお金もらえるっていうね。いやそうなんですよ、やっぱり世になってほしいからね、凡人が担いだ努力じゃないやんか、何かありますか他ね、凡人の我々が勝ってくるには努力しかないですやんか、ね、でその努力がですよ、ある一つの目標に向かってずっと言うねん、ね、あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりしたらそれはあかんのかな、もう一本信じていくねんから、ね、人笑ってもええんですよ、ね、これは森進一はこのこと言ってありますね、事故にとって唯一絶対の一度なれど宝見ればワンノブゼムタルに過ぎないって言うたらやんか、ね、自分にとったらもう土地家屋調査士ですと、ね、これ一本ですと言うけど他の人から見たら土地家屋調査士ってあんたそんな飯食いやまんのかと、ね、なんか足の裏についた米粒と言われますがなと、ね、それなんですね言ったらですね、まあ、取らな気持ち悪いけど取っても食えへんってね。いやそういう資格あるねん、一級建築士なんかそうやねん、ね、申し訳ないけど、ね、結構難しい試験やのに取ってもね、あの飯が食えないというね、取らな気持ち悪いしというね。で、人は笑うんですよ、そのね、その他ね、そやけど人生の自分一人やからね、自分やからね、ね、資格業もいっぱいありますよ、それけど僕は土地家屋調査室で行くんだと、ね、そんなすんやったんだ不動産の方がええでと、ね、一発で儲かんやし、ね、な5億円の参拝やったら1500万ありますよと、ね、あった1500万稼ぐのに1年もう汗水垂らして1500万でしろみたいな言われたらガクッとくるわけね、だからええのええの、それをやるのずっとやるの、それやるのやるんですよ、ね、だからもう自分にとってはもうワンノブです、あごめんなさい、あのみんなから見たらワンノブ、いっぱいの中の一つでしかない、でも自分にとったら絶対の一度と信じていた人がうまくいっとるんですよ、ね、だからそれがもう保険屋であろうと社労士であろうとね、もうこれ一本と思ってくださいね。はい、まあそんなことで次いきますね。面は、まあ表でもいいんですけど、面は礼ならんことを欲しい、背は段ならんことを欲しい、胸は虚ならんことを欲しい、腹は実ならんことを欲すって言いますね。だからまあ顔と背中と胸と腹とこうまあまあ人間で言うとはそんなことを言ってますね。頭はね冷静でなかったりますね、まあ頭いきましたねと、まあ頭カッカしてますね、あかんわけ ね頭はこう冷静でないとあかんよと。で背中っていうのはね、
こう背中で引っ張るという言い方しますね。背中の温かい中、背中にその愛情のあふれるようなというのがええと言われるらしいです。ちょっと分かりにくいけどね。ほんで胸は胸って、これ分かりますね。虚心坦懐とも言いますね。胸に一物があるは困るわけですよ。ピュアマインド ね、もう非常に綺麗な、ね、気持ちを持っているというね。そしてその腹は実ならんことやから、腹のできてるやつやと、ね、腹のできてるやつやと、まあ、これはほんまものですよね。腹ができてるというね。まあ、そんなことをね、こう言ってます。まあ、一流の人物はこういうものになっちゃうわけですね。で次、一等を下げて暗夜を行く。暗夜を売れることの中で、ただ一等なんでね、これも非常にまあ有名な言葉で、僕の師匠の落ちなおまさはですね、これを靴下とこう言ったのね。靴下ね、靴下を下げて暗夜を、ね、暗夜を売れる中で、ただ靴下を頼んでね、まあ、見たらアホですよ、靴下を売らないからね。そういうことはなしに、俺は靴下一本で生きていくんやと、ね、メイドインジャパンの靴下で生きていくんやって言ってですね、やってきたわけね。糸編なんてのはもう随分昔に時代終わったんですよ。糸編 の花形の時もあったんですね。今からもう50年以上前ね、50年以上前糸編がもうすごかったんですよ。うちの兄がね、青梅八幡と八幡商業高等学校って発祥って言っとったんですよ。僕年5つちゃうんだけどね。でその時に、その先輩が来てね、先輩が来てですね、うちにこうやってこう言うんですね、糸編のね。その時にね、こんなやつなんですよ。初任給が8000円の時ね、初任給が8000円の時に、4月に入った人がね、4月に入ってるんですよ。4月に入って、初任給8000円の人が、12月のボーナス10万円持ったんです。ね、ほんで、これ、そうですね。小屋からお前も来いと、ね、そうですかってバカになって、統一会社行ってですね、小屋からだったらね、そんなに立つんでね。でこれは実はですけど、塚本庄司さんというね、京都に、まあ、あったところへね、ある人がいかったんです、青梅八幡の。これまた、そのまた5、6歳年上の人ですけど、でこの話があってね、そしたらその家の人がね、会社に電話しはったって言うんですよ。うちの息子はなんか悪いことしました、盗んできたんちゃいますかと、こんなんもらえるはずがないと思ってはんねんから、ね、そんな時代があったんですよ、ね、だからそういうね、その繊維の時代はあったけど、もう終わりましたわな。で全部海外行きます。もうこれも順番がありますね。中国行きますね。で中国であかんかったら次また隣の国みたいな行くわけですね。要するに製造原価、人件費の安いとこ安いとこ行くわけですよ。それをメイドインジャパンでやろうって言うんやからね、そんなもんもう狂気の沙汰ですよ、そんなもん。誰が見てもそうなんだ、ほとちゃいますかって言われるんやから、それをやっていくんやからね。だからよほどの信念なかったらできないですよ、ほんまね。それをね、やっていったと、ね、いうことをやってますね。だからそういうふうにね、皆さんにとってその一等とは何ですか、我が社にとって一等とは何ですか、ね、それを持たんと経営なんかできませんよ、ね、それがないのにね、芸術家にはなれませんからね。もう絶対これだというね、もう人が笑うと思うのはええんですからね。笑われたらやっと一人前だと思ってください。笑われたら一人前だと思ってくださいね。ほんでね、もうバカにならなかったんですよ。中途半端なバカなんですよ、ね、大バカになってください。大バカに、ね、大バカになったら誰も本当にバカにはしませんね。ね、もう野球バカやとね、動くそんでええんですから、ね、それでもう十分ね。だから大バカになってね、中途半端なバカやからあかんんですよ、ね、我々中途半端なんですよね。そう突き抜けるとこまで来ました、ね、大バカになった、ね、もう美容のもう大バカもんですよと、ね、もうそのことしか知りませんでええんですから、それでええんですから、ね、それを誇り持ちましょうね。で、まあ暗夜っていうのは、まあ、暗い世の中、あるいはその、まあ、不況の世の中っていうのかな、売れない世の中っていうのかな、こんな時ですよね。でその暗いことをね、暗い話ばっかりするやつ、そうですよ、暗い話ばっかり、暗い話ばっかりするやつっていうのはね、まだ今あんた明るいところにおるんやでと、明るいところにいるさが暗い話すんだから、ほんまに真っ暗になったら明るいのが見えねえから ね、まだ甘えてるっていうことです、ね、でただその一途ね、その志というのか夢というのか目標というのかね、それだけをね頼んだら道は開けるもんだと、ね、っていうことですよね。まあ、徹底することですよ、何でも、ね、その 100,
百尺竿と一歩進めるってあるでしょ、百尺の竿の先まで行ってもう一歩進めるって、ね、落ちるんやから落ちてみると言うわけですよ、みんなそこで止まんやから、ね、もう一歩行ってみると、ね、死にません、ね、これまた何とかなるもんと、そこで死んだら死んだで言えないかとね、安岡正弘はおっしゃいますね。例えばその学んでるね、学徒がね、その学問で死んでいったらね、こう本望ではないかと、ね、言うたるんやからね、そんな言い方しましょうね。およそことをなすにはすべからく天に使うの心あるを要するし、人に示すの念あるを要せずね、ことをなすわけですが、まさに仕事ですよね。まさに仕事をするというのはですね、もう天に使えてると、天に使えてるとね、もっと言うと日本のためにというね、日本のためですよね、日本のためにやるんだというね、そういう心が必要だというわけですよ、ね、それをですね、人に示す、同業者が見てくれる、ね、あるいはその上司が見てくれるね、ただケチなことではありませんな、ね、人間はちっちゃくなります、人間はちっちゃくなります、天は空いていますというね、そういった気持ちでありましょうね。もう一枚追加の資料があるかと思いますが、原子資料の追加のいつも、ひょっとして僕のコラムみたいなやつ入ってますかね、はい、入ってます、そこにね、ちょっと個人名が入ってます、伊藤忠のその名前がね、これはちょっと問題ですよと言われてるんですけど、まあ問題になったら嬉しいなと思ってます。まあこれこんなちっちゃいものを見つけてね、弁護士から当職が来たら嬉しいなと思ってんけどね。いやいや、まあまあ、せんやるけどね、こんなね、この日本人がおるのかっていうね、バイオンことかお前はとこういうとこですけど、で訴えられたらまた SNS かなんかでパーパー広げますからね、またね、またそこで、まあ、炎上したらええですやんか。弁護士が見たら恐ろしいことはあなたはしますねって言われたからけど、まあ、それぐらいせなあかんのですね。はい、原子力の追加の位置もう一回見てみてください。人はすべからく自らが称賛ですね、人はですね、すべからくですから、もう例外なく全部の人はですね、自ら自分自身をですね、こうよく考えてくださいよとね。なんね、そしたらですね、天は何のゆえにか我が身を生み出して我をして果たして何のようにか強制します、我すでに天のものなれば必ず天の役あり、天の役強制ずんば天のとが必ず至らない、調察してこれに至ればすなわち我が身の癒しも行くべからざるを知らん、ね、そうですよね。例えばそのうちの子ですとこう言いますね、うちの子ですとね、かわいいでしょうちの子ですってこう言いますね、ね、これうちの子はそれはうちの子でしょう、ね、それは隣のおじさんやったら困んねえから、ね、ね、うちの子か分からんけど何かしました、例えば手作りました、指動くようにしました、髪の毛もっとはげへんにしてあげたらよかったね。要するにもうこんなもん授かったんですよ、授かったんですよね、授かってね、我々人類が700万年、ね、人類はですよ、人類になってから700万年とこういうわけね、で700万年って例えば1000年前で5億ないし10億の先祖があるわけですよ、これそうですよね、前もやりましたね、自分がいることは父母がいたわけでしょ、父母がいたいことはおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんがいたってことよね、これ1,2,4,8,16,32,64で遡っていったら30代で遡ったら5億3,600万横1ですよ、ね、累計10億おんねんから、ね、もうあと1代2代3代いったら地球の人口やからね、33代遡ったら33代を30歳と考えてよ、1000年前ですやんか、ね、1000年前にもう80億っていうのね、そこから160億ね、もういったらもう超を超えて経って経外市場とかね、いくそうですけど、もう無限みたいな大きな金額こう数字になるわけね、そうしたら村上和夫先生に言わせたらね、我々が人間に生まれる可能性なんていうのは1億円の宝くじが100万回連続で当たったのと同じぐらいの確率なんだって言われるんですから、しかも700万年のまだ前があるわけですよ、爬虫類やらなんやらって
まあ、もうどんだけあるのと、それを一回も途切れずに、一度も途切れずに今があるんですよ。それが最高傑作です。最高傑作です、私が、ね、いやそうでしょ、最高傑作ですよ、それが。あ、それが失礼しました。いや、我々それそうです、最高傑作ね。こんなはもうなんていうか、こう恐ろしいというか嬉しいというかね、ありがたいことがありますかよと。それがね、背が低いとか高いとかね、そんなもんどうでもいい、そんなことはね、もうこれもう今いるだけでももう奇跡の中にいるんですからね。でそう思ったらですよ、人は薄べからずね、反省しなきゃいけませんなと。天がなんで私を、ね、弁護士にさせたんやと、なんで私を税理士にさせたんやと、ね、ということは何かあるはずだ、何かあるはずだと、ね、そしたらですね、その天に報いるようなことせえへんかったら罰当たるよなと、と思ってますかっていう話ですよ。それをね、もうなんかもう自分の給料が増えたらええですわ、3000の残業手当てくれやらへんからもうやめますわと、何をケチなこと言うとやと、これはうちの話ですけどね、もう決したこと言うなと、ね、そういうこと言うなと、ね、でお前が静かにするほど俺は儲かんねやと、なかなか言うこと聞いてくれへんですけどね、うちはね、うちは言うこと聞いてくれへんが、ね、まあ、そんなことですよね。そしたらですね、もうそんなもんね、そう思ったらね、もう楽しい楽しい、ね、というのは給料いくらやとか、今日やったらこれだけのもんが明日帰ってくるってなんかどう思わんでもええねんから、ね、もう楽しい楽しいね、もう少なくとも品物を買ってもらうということはお客さん喜んでもらってないからね、喜んでもらう人がどれだけ増えたかということが喜びなんやから、ね、仕事が辛い言う人はね、相手の喜びなんか考えてへんのよ、自分のことしか考えてへん、ね、それはダメですよね。昨の日を悔える者はこれあり、今の過ちを改む者は少なし。昨日のこと、昨日の失敗ね、過去の失敗ですね。過去を失敗したことをですね、後悔してる人多いってわけね、後悔してるのはあるわけね、後悔してるのはあると、ね、で昨日の失敗を後悔してるやつはですね、今日になってもこれが翌日になったら昨日ですから、またここを後悔するわけね、ね、後悔して、で またこう進んでいくごとに後悔するわけですね、だからずっと後悔するんですよね。そうでしょ、 なんで 今を見ないのよと、今をあなたの今を、ね、タバコやめた方がええですなぁ、タバコ吸ってるよ、ね、そうでしょ、ね、今やめんかいと、今、ね、先はやめられないんですだって、何言うとね、バカ者と、ねね、もう8年になりますからね、もう先やめてね、もう何でもないですからね、先やめてみたいなもんね、もうへみたいなもんと、毎日飲んだったんですからね、365日飲んだんですよ、ね、まあ、朝からは飲んでませんがね、朝からは飲んでませんが、365日飲んでて、まあ、お酒はね、もう、どういうわけかですね、酒やめてからもね、酒買う量変わらへんんですよ、これ。それ、あげてるけどね、ちょっと使いすぎですよとか言われてへんけどね。日本酒はね、結構うるさいんですよ。まあ、まさらええだしね。ということなんですよ。要するに、今気づくことです。今変えることです。これはもう全てそうね、もう人生観もそれね、生き方もそれね、よし今決めよう、今変えようと思わんと、明日になったら変えますだっていうのはね、明日の決意は決意やないっていうのがあるんですよ、ね、明日の決意は決意やないって、これね、天秤の歌というね、天秤の歌ってあるんですよ、今漫画にもなってますけどね、この前から小瀬さん電話してきて、なんかPHP からね、あれ出してるんやけど、PHP とちょっと喧嘩したんで、他の出版社で出したいと思ってんやけど、どうやろとか言ったら、自分で決めえなって言って、ね、あんたどう思うよとか、僕やったら PHP のまま行くなって言うなんか、経済界がどこやらかね、応援してあるって言うとあるさかいとか、なるさかいって言うとってんやけど、その小瀬さんっていうのが竹本幸之助の奥さんですよ。竹本幸之助が話したのを影山秀三郎が聞いて、それをまあ映画にしたというね、まあ、そういうプロセスなんだけど、その小瀬さんは2人目の奥さんでね、年だいぶちゃうんですよ。
昭和20年21年生まれのね、あの人なんやけど、まあその人がね、この漫画本をね出しております。その中にもねありますよね、大作少年が言うとね、ものすごくこう頑張って鍋歌うんやけど売れへんかって、でといとい石辺のねおばちゃんとこまで行って結局売れへんかって帰ってきて、ほんでもうその日もう朝帰ってきたからね、まあ、ちょっと寝たいと思うんですよ。そしたらお母さんがあかん出てきなさいとこうまた言うわけね。で、まあ、明日がやるって言ってね、言うて言う時に明日の決意は決意がないって言うてね、もう涙がポロッと出てくる場面なんですけどね。まあそんなね、ことで次いきます。106を辞するは安く、勝利に動かされざるは難し、ね、106を辞するは簡単で勝利に動かさざるは難し、これどういうことを言ってるか言うとね、まあ、尺っていうわけですから、その例えば僕らで言うとお前を部長にしてあげよう、ね、お前をその今度取締役にしてあげようみたいなですね、まあ、地位を与えてくれる、ね、尺っていうのはあれですよね、高校博士団ってありましたね、高校博士団ってね、まあ、その爵位のことなんでしょうけど、まあ、我々で言うとその地位を与えてくれる、ね、もしくはその禄なわけですから給料ですよ、給料、ね、よし、ね、君は今まで年俸ね600万円だけど今度は1000万してあげようみたいなね、こういうわけですよ、ね、そういったことはまあ、ちょっと大きな話だから、いやいや社長そこまで僕結構ですって言われると断りやすいって言うんですよ。いやそこまではまあまあね、してもらうのも結構ですって断りやすい。ところがね、お客さんのとこ行きました、お客さんのとこ行きました、そしたらいつもお世話になってるんで、まあ言うてですね、少しこう、まあ、お菓子をいただいたりね、それからまあ1000円とか500、まあ、500円はないかわかりませんけど1000円とか3000円とか、まあ車代ですみたいに言われたらですね、まあ額もちっちゃいからまあこのぐらいいいか、会社に報告するのをポケット入れておくかみたいなことになると、それは人間堕落してきますよと、それは断りにくいもんです、ね、だから案外人間はそんなとこから崩れてきますよと、だから足元をしっかり見なさいよという話なんですね。大きなことはですね、例えばお客さんからね10万円とかですね、もうそんな受け取れませんとこう言うわけよ。ところが1000円とか3000円やったらまあこれはええかみたいなね、思ってしまうところはあなたありませんかと、ね、取引先なんかはもう必ずそういう話が出てきますからね。仕入れ先はねもうそんな多いの、かつてね料理屋さんとか旅館なんかのね板長なんかはもうバッグをもらうのが当たり前やったよね。京都の中央市場なんか行ってですね、タイをね、買うて何やら買うてね、例えば30万円買ったら40万円の請求出せみたいなね、もうそれが普通だったんですよ、ね、だからそやっぱり堕落しますよね、それではダメと、ね、いうことです。はい、次は闘魂の清は恐るに足らず、要は、恐るべしと、一心の特捜はおもんぱかずに足らず、子孫の特捜はおもんぱかるべしね。闘魂、今ね、ですね、それから後世、後の世、ね、そして一心、自分自身、それから子供たち、孫たちというまあ差があって、なんで今のやつは恐れんでもいいし、いいのに、子孫やとか、その後世のことは恐れなあかんやって言ったらですね、こういうことですよ。自分のクレーム、自分が起こしたことは自分で、今から名誉挽回できます、取り戻せます。ああ、そうか。ね、これではあかんと言ってやります。ところが死んだ後はもう何ともならへんのですよ、ね、だから死んでからあなたが評価されますよと、ね、だからいい生き方していきなさいよって話なんですよね。こんなんありますわ、やっぱりね、あんたとこのお父さんは立派やったなみたいなことをね言ってくれるとやっぱ嬉しいですよね、うん、逆もありますよね、その隣のね隣との境界でですね、もう1センチか3センチみたいなんでね、うちはこっちやとか言ってですね、まああんたとこのおじいちゃんはとんでもないやつやったみたいな言われてね、でこれまずいですよね、うん、ですからまあそういうね意味でですね、我々はそのね、とにかく生きてるこのね今日という日をですね真剣に生きていかんとあかんし、子供たちや孫たちのためにもねそういういい姿勢を示していきましょうねということでしょう。それから春風を持って人に接し、秋草を持って自ら慎む、これは、まあ、人に接する時にはですね、まあ、春の風のようなその暖かさをね持ってやるし、自らはですね秋の霜をね自分にはまあ厳しくというね、だからその逆になってませんかとね、
春風を持って自分に接してですね、秋草を持って人に接しているというようなね、そういうことになってませんかね。こんなことを、ね、言った人がいるようです。人には秋の季節、それから皆親切なんですけど、人には親切、自分には親切、法には法というのはこれはまあ仏法のことなんですね。これは、三島の龍沢寺の山本老師がね、こんなことをおっしゃったそうです。だから人には親切、自分にはね、こうどっちかというと家内親切ね。そして法というのは仏法ね、税法とか民法とかいう法やなくて仏法ね。それにはですね、もっともっと深く切り込みなさいよというね、もっと深く知りなさいよというようなことをこうね、山本老師はおっしゃったそうです。8時なな1分ほど前ですけれど、ちょっとレジュメとしては終わります。これで終わりますんで終わります。